ポケゆるチャンネル始まるよ。本日もゆるっとポケカを楽しみましょう。ポケゆるチャンネルのヨウとスノーです。さあ、今日はスノーさんが面白いデッキを組んできてくれました。はい、このロトムブイスターを使ったデッキをいきます。ロトムブイスターですね。ロトムはどんな効果のポケモンでしたっけ？はい、技がスクラップパルスという技で、トラッシュにあるポケモンの道具を、好きな数ロストゾーンに送って、その枚数かける40ダメージ追加というところで、素点が80点なので、まあ、5枚トラッシュで280、6枚トラッシュで320という形で、マックスのポケモンも倒せるような性能になってます。強いっすね。はい。で、特製の変換スターも、すごい優秀で、自分の手札を好きなだけトラッシュし、その枚数分山札を引くということで、まあ、これで道具をトラッシュして、好きな枚数引いて、その後技を打つという形で、うまく回れば、すごい VMAX も倒しやすい性能になっているんで、これを使って戦っていきたいと思います。そうですね、道具いっぱい積んで、たくさんトラッシュに送れれば、パンパン狙っていけそうな性能なので、はい、どこまでできるか、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。僕はニュー VMAX を使ってやっていきたいと思います。こちらで、はい、じゃあ真ん中上で最初はグーじゃんけんぽい先行で、はい、じゃあここで、はい、じゃあお願いします。ニュー V です。ロトム V です。じゃあ1枚いきます。はい、まずじゃあクイックボール使います。はい、クイックボールで、風船をトラッシュします。はい、早速1枚トラッシュです。これで1枚トラッシュして、ゾンビお願いします。はい、じゃあ真ん中上で、はい、でこれでエネが引けなかったのが辛いので、一旦学習装置を前にします。はい、で、これで、ロトムの、特性即席充電を使います。自分の場合に1回使えて、必ず自分の場合は終わりますが、まず上から3枚引きます。強いですね、3ドロー。はい、じゃあこれで降ります。じゃあ1枚、いやこっちもなかなか。ミュウヴィをベンチに出します。クイックボール使います。メジュアのきらめきをトラッシュします。はい、ジェネセクトブリを持っていきます。まだ触ります。はい、こっちはやはり高校なんで最速で落としていきたいんですよね。 V ポケモンをハイパーボールでウロコとボスの指令をトラッシュします。はい、ケノセクト V を持ってきます。はい、はい、じゃあこちらが、はい、じゃあこれでケノセクトのフュージョンシステムを使います。手札1枚なので3枚ドローします。3枚アナウンドを使います。はい、あんましくないな。じゃあフュージョンシステムで1枚解答します。はい、仕方ないかな。カミチのキラメキ使います。はい、ここと、ここに、はい、はい、こちらで、はい、これで挽回します。はい、じゃあ1枚引きます。じゃあ、まず進化のこれ使って、ロトムブイスターします。もう進化させます。はい、で、その後ハイパーボールでハイパーボールとトダルベッドを出します。はい、とりあえず1エネさっきついてなかったんでね、攻撃はそうですね、ちょっと難しいんですけど、ロトムブイスター持ってます。そこが救いっすね。失礼します。じゃあ真ん中上でフックベンチに置きます。はい、で、ロトムブイスターに前に出します。はい、これでハクタの研究使います。強い。フードスイッチして7枚。ロトム V スターの特性の変換スターです。はい、手札を好きな数だけトラッシュし、その枚数分山札を引きます。今回は、5枚トラッシュするので5枚ドローします。グッズが2枚いきましたね、トラッシュ。はい、5枚ドローします。はい、そしたら前に幸せ卵を貼ります。はい、裏のフックにも幸せ卵を貼ります。ではこれで、バンカします。はい、じゃあ1枚もらいます。1枚トレッキングシューズ使います。はい、1枚回収します。はい、で VMAX に進化。まあ普通に、あーでも学習装置ついてるのが偉いですね。なのでこっち倒してもか。今ハンドが何枚ですか？ハンドは5枚です。ハンド5枚、いや何か使う。ポケモンキャッチャー使います。ポケモンキャッチャー入ってる珍しいですね。
最近はでも増えてきて、高一メロディアスで V を落とせるようにっていうデッキが増えてます。はい、じゃあロトムをお願いします。ダブルターボエネルギーをミルドゥマックスにつけます。じゃあ手札1枚でフュージョンシステムで3枚ドローします。はい、1、2、3枚。それぞれベンチ出します。はい。トリックボールでレノセクトをクラッシュします。ベレッタ出します。はい。お願いします。じゃあ、はい。じゃあ、レノセクトフュージョンシステム2回目使います。手札1枚なので5枚ドローします。はい。1、2、3、4、5枚。後ろのミュウブイをミュウブイマックスに進化します。はい。紙粒のきらめきを使います。はい。じゃあ、こことここを対象にします。はい、ない。ない。ない。ないのは聞いてないな。倒さない方がいいまである。もしや、倒さないと逃げないといけないですね。倒さないのは話が違うんですよ、ね。じゃあ、こちらで。はい。倒さないまであるな。倒せないんですけどね。これでメロディアスエコーで。はい。70×3 の210マイナス20。はい。190。お願いします。はい、いきます。はい。倒して欲しかったなぁ。怪我の巧妙です。裏のロトム V スターに、スピード雷1点で投入して2枚いきます。はい。ロトム V を A に出します。はい。で、ポケストップ、それで入ります。はい。じゃあ、ポケストップ使います。はい。1、2、3。ロトムが落ちましたね。はい。そうなると、このロトム君使えなくなっちゃったんで。的が来ましたね。どうしようかな。では、博士の研究使います。はい。すべて、エラートラッシュして、はい、いきます。どうぞ。そしたら、ここに学習装置。はい。これで、即席ユーザーに使います。手札を3枚。で、挽回します。はい。じゃあ1枚。ハイパーポール使います。はい。ミュートビップパスをトラッシュします。はい。対象なしでお願いします。じゃあこちらで。はい。じゃあこれでフュージョンシステム1回目使います。手札2枚なので4枚ドローします。はい。3、4枚。じゃあポケストップ使います。はい、上から3枚見てグッズを手札に加えます。はい。ロストシティダブルターボウクロボなので、ウクロボのみ加えて2枚は出しに行きます。はい。人生かけてウクロボ使います。ウクロボでウクロボを取らしてします。はい。じゃあ行きます。せーの。表。表。僕が持ってくるのは、ボスの指令持ってきます。はい。じゃあボスの指令使って後ろのロトムお願いします。はい。いや、V 落ちてたのか。いや、でも何のやり方かわかんないか。じゃあ、これで、エムセット1回使っていきます。はい。で、1枚、ドローします。じゃあ、これで、クロスフュージョンのメロディアスエコー 210-20 の190で、はい、ドローします。じゃあ、2枚、もらいます。じゃあ、ロトムブイスター前で、どうぞ。じゃあ、1枚いきます。まあ、ここで、ポケモンキャッチャーを使います。わお。ポケモンキャッチャーで、ミュークリマックス呼びたい。裏ですね。裏。そしたら、チューブボックス。はい、どうぞ。7枚見て、その中からポケモンの道具を、好きな数で選びます。はい。ゼロ。ない。はい。じゃあ真ん中上で。そしたら、もう十分すぎるほどトラッシュは超えてるので、じゃあこれで、スクラップバリを使います。はい。トラッシュのポケモンの道具を。あ、1、2、3、4、5、6、7枚送って、340のマイナス20で320点。ね。で、技術させます。ワンパン。じゃあ、再度、3枚取ります。はい。じゃあ、ミルドゥマックスをマイナします。いやー、強いなで、こいつらトラッシュに。こいつらロストゾーンで、トラッシュに、ポケモンの道具は、ないですね。あ、ない。1枚だけ、さっきの。ボトムについた学習装置は。いや、そうなるとさすがに食べるの難しいんじゃないかな。じゃあ、1枚もらいます。1枚。じゃあ、ペーパーボール使います。バトルビップパスは2枚、プラスします。じゃあ、メドレッタ、持ってきます。はい。お願いします。こちらで。はい。
そのまま電池に出して、ダブルターボエネルギーを原作と上につけて、はい、電池さん、まあ、できるかな。ベルトつけます。はい、ロストシティに張り替えます。はい、ポケットしてじゃあこれでフュージョンシステムつけます。はい、3枚動かします。1、2、3枚。今210出るから240ですね。あ、そっか、ベルトで240出るのでパワータブレット、はい、持ってきて、これでフュージョンシステム1回目で、はい、1枚ドローします。じゃあちょっとで吸収使います。はい、はい、回収します。じゃあこれでクロスフュージョンでメロディア成功で、はい、倒れます。最後2枚もらいます。で、これで学習装置が反応して基本エネが1枚つきます。はい、ではロトムーブリスターを前に置きます。で、1枚ではエネルギー転送を使います。はい、なになになに、エネないエネないよ、こんだけやって。じゃあエネルギー転送を使います。はい、どうぞ。基本雷を持ってきます。はい、じゃあこれで2枚。はい、ででも今2枚ですもんね、だってポケモンの道具。そうですね、なのでこれで非常に、え、1、2、3、4、5、どんだけ貯めてたんですか。で、まあ、他全部トラッシュします。はい、マジか。で、まあ、持ってくるも対象なしですね。はい、これでスラップパルスですね、さっき落ちた幸せ卵を含めて7枚トラッシュして320点でニューメイマックス気絶で、気絶3枚取り切ってありがとうございました。ありがとうございました。あれ強いんじゃないですか、ロトム。ロトムは意外とやれますね。すごいですね。はい、しっかり幸せ卵で手札も来るし、変換スターでトラッシュにグッズを送って素点も上げれるし、その後の補充もできる。あと学習装置もしっかり見えねる軌道ですもんね、ウィスターが。そうですね、まあなのでお好みで木花だったり、あとはモココとかと組み合わせてやってあげるのもいいんじゃないでしょうか。今回はもう本当にロトム特化型でデッキを組んでみたので、盤面にロトムとずっとウッウしかいなかったんですけど、まあ結構ビーダルとかで組み合わせるやり方もあると思うので、そこはお好みでカスタマイズしてみてください。しっかり VMAX を落とし切る火力があったので、今後使う人もいるんじゃないですかね。はい、なので、まあ、V スタースペシャルセット手に入ればいいんですけど、ロトムゲットして皆さんも作ってみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。チャンネル登録よろしくね。